こんにちは。本日は先日行われた Amazon のプライムデーで購入した商品を紹介したいと思います。商品名はこちらです。 Amazon ブランドイオーのトレーニングチューブ、エクササイズバンド、レジスタンスバンド、ゴムバンド、強度別、美尻、筋トレ、ダイエット、リハビリ、収納袋付き、こういうですね、長ったらしい名前です。ただ現在ですね、この商品は販売されていません。多分 Amazon プライムデーに合わせて販売されたのだと思います。ですが、他のブランドで全く同じものは現在販売されています。販売者は同じでですね、レジェントワークフィットネスとなっています。最初に商品の紹介をしたいと思います。先ほど言いましたようにですね、私の購入した商品のブランドはですね、すでになくなっていましたので、別のブランドですけど全く同じものを紹介したいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらはですね、私が購入した商品とちょっと違うんですけれども、ブランドが、ただですね、ブランドが違うだけで全く同じ商品だと思います。ブランドがですね、海って書いてあると思うんですけども、私が購入したのはイオーノになってるんですけども、販売会社が全く同じで、レジェントワークフィットネスってところですね。ですので、同じ商品としてですね、見てもいいと思います。商品ですね、Amazon ブランド、海、エクササイズバンド、ゴムバンド、トレーニングバンド、ゴムバンド、筋トレ、天然ゴム、強度別5本セット、収納ポーチ付き。ここ海ですけども、用のが私が購入したやつですね。価格は今1180円になってまして、クーポンで 20% オフになりますね。こういうバンドで、天然ラテックスで5種類の筋トレ強度のゴムバンドですね。で、使い方はこういう感じで使うと。ほんで、こういうふうに袋が用意されてるんですね。カスタマーレビューはこんな感じになっています。ただレビューですね、当てにならないこともあるんで、あくまでも参考にって感じですね。以上です。続きまして、商品の価格についてですね、お伝えしたいと思います。私がですね、 Amazon プライムデーで買った時、商品の価格は税込みで1299円でした。そしてプライムデーで値引きが390円でしたので、商品価格は909円でした。現在ですね、先ほど紹介した別ブランド、海で売られているゴムバンドなんですけども、価格は1180円で、20% 引きのクーポンがありましたので、価格はですね、クーポンを入れて買うと944円となります。ですので、私のですね、買った時の方が、価格は35円ほど安くなっています。まあ一応お得ではあるんですけども、わずか35円ですので、微妙ですね。次にですね、商品をお見せしたいと思います。すでにですね、商品の方は使っているんですけども、こちらですね、イオーノって書いてあると思うんですけどね。ゴムバンドは全部で、5種類ですね、ありますね。色によって強度が違うんですけども、この緑が一番軽いライトですね。ほんで X ライトですね。これはそしてミディアムですね。あとはヘビーとX ヘビーですね。あとこれは説明書ですね。英語の説明書になってて、こんな感じで書いてあります。まあ、絵があるんで、これを見れば大体どんなことをするかっていうのは分かるかなと思います。あと袋ですね。袋
袋があるんで、これを入れておくことができます。それですね、見た目なんですけど、特に黒ですね、黒はですねちょっとほこりっぽかったので一応洗ったんですけども、それでもまだほこりっぽいですね。あとですね、レビューの中に匂いのことを言ってらしたんですね、臭いと。一応嗅いでみたんですけどですね、匂いはですね臭いくはないですね。まあゴムの匂いは少しするんですけども、ひどい匂いっていうわけではないですね。それで実際に使ってみた感想なんですけども、基本的には問題なく使えますね。例えば、腕だったらこういう感じで使えるかなと思いますね。まあ強度がこれ一番強いんですけども、もしこれでも足りなかったら2つですね、こうやって、重ねてですね、これでやるとかなり強くなりますね。足でも結構ですね、やってもかなりきつく感じると思います。商品としてはですね、悪くはないかなと思いますね。以上です。いかがでしたでしょうか。先ほど言いましたように、商品自体の性能ですね、これはそれほど悪くないと思います。ただ価格に関してなんですけども、まあ私は Amazon プライムで買ったんですけども、それほどお得ではなかったですね。でもゴムバンドはですね、もともと欲しい商品でしたので、買って損はしてませんし、後悔はしてないんですけどね。全体としてコスパは悪くないんですけれども、なんだかなーってちょっと微妙な感じはしています。まあ中国人の売っているものはこういうことがありがちなのかもしれませんけどね。かといって日本製のものは値段がとても高かったり、または扱いがなかったりしますので、まあしょうがないんですけどね。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。